忘れる。はい、こんにちは、ピカーです。今日ね、このダートラリー2やっていきたいと思います。前回ね、ダートラリー2のモンテカルロですね、雪道をやった時にタイヤをね、間違えてね、この夏用タイヤでやっちゃったんですね、ソフトで。で、ウィンタータイヤでやらなきゃいけないところがソフトタイヤでやっちゃって、雪道全然グリップしなくて、こうもう運転できねえわって言ってたんだけど、これね、夏用タイヤだったからかもしれない。ということで、このね、今日はね、違いをね、ちょっとやっていきたいと思います。で、まともなね、ウィンタータイヤで走ったらどうなるかっていうのをね、ちゃんとやりたいと思います。さあ、じゃあね、まず夏用タイヤはね、どんな感じか雪道でね、まずやってみたいと思います。はい、車はランチャーですね、デルタ S4 グループ B です。これでマニュアルで、H パターン、サイドブレーキありでやっていきたいと思います。さあ、行くぞ。おお、まずね、すごい右に取られるね、この車。おお、全然食わないよ。おお、まあ運転できなくはないんだよな。あー、三速に入れてはダメー。もう何もできない、ほら、もう回ってかない。おお、まあ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 、あいやー、これは結構難しい。こんな感じだな。あんまりうまいな、俺。あんまりうまいんじゃない？でも流れ方も半端ない。加速はできるんだけど、曲がれないって感じ。まっすぐなところはいいんだけど、ヘアピン迫ってきた。オープンロング、キープイン、イントゥーライト。曲がらない、そんな感じだね。もう全体的に止まらない、曲がらない、加速しない。まあ、加速はね、まあまあするね。うん、そんな感じですね。じゃあ次ね、ウィンタータイヤで同じところ走るとどうなるかやってみたいと思います。はい、じゃあね、次ウィンタータイヤですね、選んでやっていきたいと思います。いやー、どうなるかね、ちょっとやってみよう。間違えちゃったんだな、俺な、ほんと。さあ、行くぞ。5、4、これ期待。まず全開加速。1、5、30、ターン2。まあ取られるけど、あ、まあ、あ、変わるっちゃ今。あ、もう全然違うって言えば、まあそんな変わんねえか。横に流れ出してからは、流れ出してからのなんか挙動はあんま変わんないんだな。流れるまでが限界が高い。流れ出した時は同じような動きというか、まあこっちの方が速いからね、スピードが。まあ結構速く動く、向こうも速く動くか。限界が高い分、限界超えた時にはちょっとね、やばい動きする。はい、やってきました。だいぶまあこっちの方がグリップするね。まああとちょっとターンマーク性能がね、どのくらいなのかっていうのが分かんないけど、じゃあね、ここをね、一番下から、山の下からね、雪のないところから上がってきて、ウィンタータイヤがどうなるかっていうのをやっていきます。はい、やっていくぜ。4、下からね、峠登ってきますね。ターマークあんまり食わねえな。150、速いわこの車。イントゥー2レフトロング、ういダメだろそこに今出っ張ってたら。84ライト4レフト、イントゥー4ライト、30レフトロング302ライトロング、ライトゥー、レフトオーバー100、高所4、レフトタイトゥーン、オーバークレスト
ライト35ライトイントゥ4レフトロングイントゥ4ライトロングオープンキープライトオーバークレスト303レフトロングキープライトオーバー100うわあ、滑る滑る6ライトオーバークレスト30コーション2レフトロングそろそろここから行きだな。イントゥ4ライト。まだか。エクストラロング。だいぶ行き。ちょっとね運転が変えないとダメなんだよね。ハンドルがゆっくりになったじゃん。ハンドルをねゆっくり切らないと。雪道は。でもこのエンジン吹けてくるのいいね、下からスーパーチャージャーとターボ最高コーナーの後半に雪があるの怖いねスピンするわもう完全に行くだね4ライト126レフト30ここからはもう本当に運転が変えるこういう感じ4ライト4レフトエクストラエクストラロングこういうとこだけオーバークレストスロー20未確認オープンヘアピンレフトいや分かんねえヘアピンが50ライト、オーバークレスト、エクストラロング2、5、レフト、オーバークレスト、スロー80未確認、オープン、ヘアピン、ライト50キープミドル、オーバークレスト、2、6、レフト、エクストラロング、2、4全然運転違うじゃん雪道ね30オーバーフィニッシュターンレフトこの感じかよくやったはい31秒982かはいやってきました、タイヤの方なんですけどやっぱりねウィンタータイヤターマックでは、まあ、GT スポーツでいうとね、まあ、ソフトがハードになっちゃったぐらい2段階ぐらい落っこちたかなっていうぐらいの感じで雪の上がまた2段階ぐらいちょっとまあ1段階か2段階ぐらい上がってるかなっていう感じハードがソフトになった感じなんていうのかな間が縮まってねかなり走りやすくなったけれどもスポーツハードとコンフォートハードぐらいの違いがあるんだよね雪道と
もうちょっとあるかな。雪道とターマックの違いがね、それがねちょっと面白いですね。で一輪一輪がねこう乗っても分かるんだね。右前が、あ、雪の上乗ったなっていうのも分かるし、あ、左の後ろが乗ってるなとか、左の内側はグリップしてるなとかっていうのがなんとなく分かるんだよね。それをこううまくねこう場所を選びながら走るっていうのが、まあ、雪道のね楽しみ方、まあ、あとは本当に完全だね圧雪路になるとアイスバーンのところと圧雪のところでまたグリップが違うんだよね。まあ、それはねそんなにウィンタータイヤだと感じないけど、ソフトタイヤとねめっちゃ感じたね。で、あ、そうそうそう、世界ね22位ですね今のタイムいいのかな、このゲームかそってないから大丈夫か。うん、世界22位になりました。はい、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。